今日はタイヤチェンジャーの紹介をします。機種が BL502 の100。家庭用の 100V が電源となってます。買ってから結構いろんなタイヤをやってみたんですけども、私の使用環境としましては、コンプレッサーは普通のよくあるホームセンターで売ってるような圧力までしか上がらない100V コンプレッサーを使ってます。それでですね、別に今までその圧で困ったことがあったかというと、はっきり言って使えます。そのまま使えます。ピードも落ちますし、こちらの 100V の、100V でこの回転をするんですけども、こちらに関しましても、一度だけ2トン車クラスの硬いタイヤをやったときには、回転が、モーターが負けて回らないっていう時がありましたね。まあ普通のタイヤであれば、さほど問題なく使用できると思います。それではちょっと手元にある軽自動車のタイヤで組み込みをやっていきたいと思います。こんな感じで簡単に組むことができます。それではちょっと実際に今度はホイールから剥がしてみようと思います。剥がすときの注意点としまして、こちらのこの棒が、実際に、このリムから剥がそうとしたときに、結構、こう、たわみます。この棒が。たわんでホイールに傷つくことがあるので、私は、もし、この、傷つけたくないホイールとか、そういうのやるときは、こういうリムのプロテクター、これを当てて、これをここに当てて、この状態で
ゴムを持ってくるというようなことをしてやってます。で、回してる間も結構たわむので、こちらのこの隙間ですね、ピタッとくっつけちゃうとホイールがガリガリになります。なので少し1センチとか 1.5 センチぐらい開けて作業してます。こんな感じで簡単に剥がすことができます。一応こちらの機種にはバイクのタイヤ用のアダプターっていうものがオプションで選べるようになってます。これはどうやって使うかと言いますと、こっちにただねじ込んで、このままただつけるだけ。こうやってつけることによって、ここのね、高さが、ここで掴むよりここで掴んだ方が確実に掴めるので、その、スプロケットとか、ブレーキローターがついた状態でも、ディスクか、ブレーキディスクついた状態でも、そのまま、ホイールを、組み込みがそのままできるというようなアダプターになっています。まあ、バイクのタイヤやるときはね、どうしても細くて、上の方に欲しいので、あれば楽ですね。なくてもできなくはないんですけども、つけてやった方がバイクのタイヤとしては安心かと思います。まあ、そのうちバイクのタイヤ組み替える時があれば、また動画撮ろうと思います。という感じで、タイヤチェンジャーの紹介でした。まあちょっと、まあ、普通の家にはちょっと必要ないかもしれないんですけど、ちょっと悩んでて参考になる人があれば、参考にしていただけたらいいなと思います。ご視聴ありがとうございました。